人様の食べているものを見て食べたがるなんて卑しい気もするが、あれください。ちょうど野菜が食べたいなって思ってたところ、アスパラの串揚げ。串はアスパラそのもの。お肉を主役に野菜のバリエーション豊富な串揚げ。太く育っちゃったからこういう料理を考えたのかしら。そして今やこのために作られるようになったのかしら。揚げ物だからここはビール、定番のソースの前にお塩で一口。衣サクサク、中身はシャオ。みずみずしい太いアスパラって皮が硬かったりするけど、これはシャクシャクとして、形も食感もこれ以上ない素材の生かし方。そしてやっぱりソース味も食べたくなる。これこれ、こいつはうまい。また塩で食べちゃえ。ビールに合う揚げ物ながら野菜を丸ごと食べる私ったらヘルシーな気分。そしてまた美味しいものは伝染する。あれいいな、頼もうか。